前回3月に訪ねた伊佐市のネット。こんにちは、金山さん。お久しぶりですね。金山智則さん、大阪府出身の25歳。高校生の時、漆器に興味を持ち芸術大学に進学。ものづくりの仕事に携わりたいと、去年4月工芸ものづくりの地域おこし協力隊として伊佐市に移住しました。地元にある素材や鹿児島の文化を研究する上で、地域性のある作品を作りたいと考えた金山さん。今年3月に訪れた時は、伊佐市の木であるヒノキを使った作品作りにも取り組んでいました。作品作り、何か変化はありますか？そうですね、基本的に器とかもいろいろ作ってるんですけど、いろんなちょっと木材を扱ったりもするようになりましたね。ヒノキを主体に制作活動を行っていた金山さん、今年の3月以降、自ら伊佐で伐採した様々な木を使った漆器作りも始めました。木材の研究をして加工技術の向上を目指します。結構スベスベした、すごく気持ちのいい質感ですね。ヒノキとかと違って木の質感が漆を塗ってもちょっと残っているので、そこが面白いなと思って、木によってちょっと若干塗り方とか、こう彫りやすい形だとか方向とかが違うので、やってみないとわからないなと思って、前回やっぱり木に漆を塗ってただけだったんですけど、ちょっと模様をつけてみたりして、自分のやりたいことが最初に本当に来てもらった時に比べてだいぶ形になってきたかなと思ってます。いろんな種類の木材で作品の幅を広げつつ、その技能を伊佐の地域おこしにつながる取り組みにも使います。それは地域の特徴を生かした作品作り。漆器職人ならではの技がここで光ります。漆を今生地の方に塗って、そこに箔をつけていきますね。おー、綺麗ですね。はい、なぜ金箔を使っているんですか？伊佐が金の町ということで、ちょっと縁ゆかりのある金箔を使って軟膏を作ってみてます。自分が漆を使っているので、その技法の一つでもで、漆で金箔を貼って強度を上げて作ってるっていうのが、きっかけというか企画かなと。金山さんが作るのは軟膏玉という鹿児島の伝統的な遊びで使う道具。ヒノキと金箔を使うことで伊佐の地域性を PR できる作品になりました。ゆくゆくはふるさと納税の返礼品にしたいと考えています。ちょっとヒノキのことも生かしたかったので、全面貼ると金箔が強いかなと思ったり、1本しか多分金箔が貼ってるのがないと、それはそれで例えば金箔の方を点数を2点にしたりすると、またゲームが盛り上がるんじゃないかな、ね、オリジナルの遊びもできるかもしれない。伊佐に来て1年3ヶ月木材や金箔との出会いを経て、金山さんの表情は少しずつ伊佐に生きる漆器職人の顔になってきていました。今コロナウイルスの影響もすごく大きくあるかなと思いますが、はい、その自分を見つめ直す時間にもなりますけど、やっぱり誰かと関わって新しいものが生まれてくると思うので、また誰かと会えた時のためにその研鑽を続けたいですね。木があったり漆があったり、その金があったり、その素材がないと動けないところもあるので、そのもらった命だとか、そういう生命力みたいなのを僕のアイデアだとか考えとかで別の形に生かしていけるっていうのが僕の中の、役割なのかなと思ってます。今後の目標を教えてください。自分のもっと色を出した作品とか作っていきたいですね。鹿児島にせっかく来ているので、鹿児島の素材、火山灰だとか竹のちょっと豊富なので、ちょっと生かしたものだとかできれば使っていきたいなと思ってます。これからも応援しています。頑張ってください。はい、頑張ります。